ムチャンネル。そこで質問なのですが、お二人は悩んだ時、しんどい時に誰かに救ってもらった経験はありますか？悩んだ時ね。なるほどね。闇落ちした時？で、そういう時どうするの？どうやって復活するの？受け入れることもあるけど、うん、やっぱ怒られたりすると、うんうん、やっぱあかんかったなって無理やり戻ったりもするね。うん、あ、じゃあこう自分の力よりは誰か友達だったり、そうそうそう、まあね、家族だったりとか相談した時にやっぱそれってって言われたら、うん、だよなみたいな。はい、あの単純にへこんだりした時は、うんうん、僕は食べ物ですね。あ、そうなんだ、うん、意外と食べてすっきりするタイプ、うん、すっきりするタイプ。そうなん、そうしないともうむしろダメというか、甘いもの、うん、何でも、何でも甘いものでも、うん、量でも、おー、うん、もう量バー食べて、量食って、うん、腹痛くなってバカしたなって思ったらなんかちょっと忘れてるスッキリするみたいな、うん、あ、でもそれは確かにみんなやりやすいことかもしれないね、うん、これは試せるかも。え、内田さんは？私はね、誰なんかあった時は、うん、もうね、落ち切って、落ち切って、そう、布団の中で、うん、あのもうお風呂上がりに何も、うん、なんていうの、か乾かしたりしない状態で布団に入って寝るっていうのをすると、うん、びしょびしょで次の日さ、うん、ものすごい寝癖になったりとかするのよ、うん、髪濡れたままだと、うん、でそれで、ああ、もう自分めっちゃダメじゃん、よし綺麗になろって言ってメイクし始めるまでがあそこ大事、ね、でそうすると、あ、今日私大丈夫、いけてるってなって、やっとなんかそのダメダメを一回さらにダメにしたして潰して潰した後に戻れるみたいな。面白い、うん、なんか女性ならではな感じがする。なんかそのなんだろう、ダメにして綺麗になるっていう、うん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 、男って綺麗になろうっていうタイミング、まあ、俺だけかもしれないですけど、うん、全然髪のセットもしないんで普段。お、そうなの、うん、長い旅の後でまたずっと僕ら笑っていようよ、きっと永遠なんてないから、それぞれに一番